おはようございます。速稼塾の久保です。昨日をちょっと振り返ってみたいなと思うんですけども、ディセンディングトライアングルに気づいた方っていると思うんですよ。ディセンディングトライアングルに気づいたから、これは下に向けてブレイクするんではないかなと思ってワクワク待っていた方いると思うんですよね。ディセンディングトライアングルっていうのはこういう風な下に向かう三角形です。しかしですね、オリガルヒの方で追加放送した中で上に向けてブレイクする、そんな予兆もちゃんと感じられるよってことだったんで、今回はディセンディングトライアングルの中でも例外的に上に抜けるパターンだってことをね、お話ししたと思います。で、結果的にはそうなりましたよね。そういうことも絡めて今日は1時間、4時間、1日の順番でお話していきます。こちらをどうぞ。はい、まずは1時間軸なんですけども、ディセンディングトライアングルが見えたのはこういったところです。で、こういうふうに引けましたよね。この三角形の流れが始まったところが、おおむねこの線だったんで、正三角形が見えたと思います。そこで本来なら下に抜けるはずだったのが、なぜね、上に向けてのブレイクを私が感知力が上げてできたかっていうとですね、まあ要因は二つあります。一つは、他の時間軸、特に強い時間軸、大きい時間軸ですよね。週足とか、日足とか、4時間が上に向かっているからなんですよ。そしてもう一つは、私の特技なヒゲです。下ヒゲがいずれも大きく出てるわけですよ、ここに。ね。ということは、下に行く勢いは、そのたびに殺されてるってことなんで、ディセンディングトライアングルのいつものように、下に抜ける可能性は低くて、今回は、どちらかというと、ディセンディングトライアングルで上に抜けるときはあんまりないんですけども、そのあんまりないときが来るんではないかなってことで、ブレイクのポイントをここに置くってことですよね。で、昨日はまさにそうなったってことでございます。これが1時間の解釈です。そして今後なんですけども、1時間軸だけで見ると、ちょっとね、小さなロウソク足になりましたよね。これは、お金を入れてる人も大きく引き出してる人もいない状態ってことになります。よろしいですかね。あ、ちなみに本日は7月5日の朝6時です。朝6時、5時、4時、3時、2時、1時じゃほとんど取引がないっていうのが、この時間軸に現れていますよ。じゃあ4時間いきますね。4時間を見ると、どういうことが言えるかというと、こちらとこちらのダブルトップでまずは線を引きましょう。そうして、下に当たって跳ね返っているところ。まあ、ここも近いところなんで、こういうふうに丸を突き抜きましょうか。そうすると、何回も使ってきたこの赤いライン。135円の556がまた使われることになります。あ、ちょっと勘違いしましたね。すいません。130円の544ですね。こちらが、また使われることになります。で、今回、この135円の556は、すいません、今言ったんですけど、これは使いません。で、今回はここですね。136円の610。つまりは、結構大きめのピップス。100ピップスぐらいのレンジができますんで、これはレンジ内での売買も可能な開きですね。こことここ。で、上の、このゾーンに入ったら、セルを打つ。下のゾーンに入ったら、バイで行くっていうのができる。レンジオプションが引けるっていうことになります。そして、三角形をぶち破って上の方に来てくれたんで、まあ、こっから入ってもよかったよねってことなんですよね。で、今日はおそらくこのレンジの中で行ったり来たりするんじゃないかなと思いますよね。で、ブレイクも当然狙えていきますんで、おそらく上にブレイクすると思います。今度は、このゾーンを抜けた大きなブレイクですから、利幅が大きいと思います。今までの動きも見てくださいね。こうですよ。よしですか。はい。まあ、そもそも4時間というのはね、こういう風なチャンネルラインを引いたはずなんですけども、まあ横になってきましたね、今度はね。じゃあ1日を見ていきます。カンガルーですね。カンガルーで、カンガルーまた言い過ぎですね。カンガルー忘れてください。ここにダブルトップがある場合は、注意するべき点は、ダブルトップのこことここの谷間と谷間の間の値動きですけども、下髭がまあまあ目立つように出てるってことは、そんなにね、下まで行かないよってことなんで、やっぱここで止まるのも納得なんですよね。134円の544。またここでも出てきますよ、これが。はい、そして、当然、こっから下の方には行きにくいんで、同じような、ヒゲを同じようなところで出してるでしょ?この陰線陽線も。で、こっから上昇に向かうわけですよ。ここまで。
つまりはこういう風に登ってきて調整されてきたものがこういう風に来て調整されてまた新しい局面を迎えたかなってことですよね。まあフラクタル図形とちょっと外れてきましたけども、上昇の流れは全く変わってないことがこの一日足で確認できればと思っております。あららららすいません、なんかとんでもないことになっちゃいました。はい、もう以上ですよ。はい、ということでね、今日はバイでエントリーするポイントが見つかりそうです。結論としてはそういうことでございます。昨日はディセンディングトライアングルを見破った上で、上にブレイクすることが分かった方はエントリーできたと思いますので、何件か利益確定の報告をいただいております。さすがオリガルヒですね。これオリガルヒの多分ね、講義を受けてなかったら、特に昨日の追加連絡を受けてなかったら、バイでエントリーするって考えはあんまりなくって、ディセンディングトライアングルばっかり下手に気づいちゃったからセルのタイミングを狙っていて、結局セルになんないな、おかしいな、相場狂ってるぞっていう風に考えちゃったのかもしれませんね。はい、じゃあ追加放送お待ちください。オリガルヒの方には追加放送今日もさせていただきます。午後になると思いますけどもね、午前中はちょっと私の方ではね、別のことやってますんで多分追加放送はできないと思います。じゃあ午後の放送お待ちください。およそね、そうですね、6時間後とか7時間後だから4時間足が2本できる間にはすると思います。よろしく。